はい、こちらの部屋でレントゲン撮りますので少々待っててくださいね。はい、はい、はい。レントゲンクラブへようこそ。今日は11月8日レントゲンの日なんだよ。はい、いいレントゲンが撮れるといいね。何いいレントゲンって。あ、プリクラみたいなこと。では上着をめくって台の前に近づいてね。分かる。無人でくる。いくよ。はい、レントゲンのフレームを選んでね。フレーム、フレームなんてあんの。なんでもいいです。これでいいです。じゃあ花柄。花柄はやだ。死んじゃったみたいになるでしょ。これでいいですよ。ハート柄。ハートもやだ。そんなポップなのやだ。もう1個あるしね。なんかややこしくなるからね。分かったら、なんか普通のでいい。普通のノーマル。ああ、それでいいですよ。つまらないよ。うるせえな。なんだうるせえな。レントゲンの背景を選んでね。背景、背景もあんの。これ 何があんのこれ。黒、ああ、赤、ああ、青、ああ、白。白は違うと思うよ俺。骨と一緒の色になっちゃう。わけわかんねえ。ジャングル、ジャングル、星空、ハート柄。ハート好きだなおい。そんなにいらない。普通で黒でいいですよ。黒、うん、つまんないよ。うるせえな。何普通でいいんだよ。レントゲンなんて。レントゲンの分割を選んでね。分割。ちょ待って、そんな項目あんだら俺めくんの早くないこれ。これやった後で16分割だね。いらない。そんなに1枚で分割なしでいいよ。なし。ああ、つまらないよ。うるせえよ。つまらねえ、つまらねえよ。いい、普通でいいんだよ。レントゲンを取るよ。はい、大きく息を吸ってね。と言ったら吸ってね。ややこしいな。何そう、意地悪すんだそれ。はい、吸って。言わねえじゃねえか。なんか言い方違う。止めて。はい、さあ取るよ。いい顔で取ろうね。なぜ今日がレントゲンの日になったか知ってる？ドイツの物理学者ビルヘルム・レントゲン博士が X 線を発見してヨーロッパの。取れや、カシャー。今かよ。今取ったのかよ。喋っちゃってたよ俺。レントゲンに絵が描けるよ。いいよ。なんで俺なんかお絵描きしなきゃいけないんだレントゲンによ。肺を細く加工したよ。やめとけよ。ちゃんと目大きくしたみたいな。やめとけよお前。胃の怪しい影を消しておいたよ。消すんじゃねえよ。それが一番見てんだよ。見たくねえわ。レントゲン交換して遊ぼうね。いや遊ばねえよ。そんな。お疲れ様でした。あ、どうもありがとうございます。いいレントゲンですね。うん、僕のと交換しませんか。しませんよ。レントゲンの日。